耳で読む。今昔物語集。巻一。第23話。旅路の果てに道を求めた王の話。危機物語。今は昔、天竺に土壌が2つありました。それぞれ化粧城、昭雲城と言いました。2つの土壌は栄えたり、衰えたりしました。ある時、昭雲城の人が皆飛んで楽しむことがありました。先導王の頃です。政治はうまくいきましたし、病人はなく、五穀は豊かに実りました。妃を、学校、大使を長男と言いました。大臣が2人あり、それぞれ利役と助言と言いました。御武者城、化粧城の王は、幼少、妃は、昇進、大使は、未昇恩と言いました。京羽という大臣がおりました。ある時、先導王は、王宮に、多くの人を招き、大宴会を催し、人々に問いました。我が国と似ているような国はあるか？その座には、マガタ国の商人も招かれていました。彼は言いました。ここから東に向かったところに、御武者城があります。この国ととてもよく似た国です。先導王は問いました。他の国にないもの、不足しているものはあるか？商人は答えました。他の国には財宝がありません。これを聞くと、先導王は、美しい財宝を金の箱に盛り、書状をつけて幼少王に送りました。幼少王は書状を読み、贈り物の箱を開けて、大いに喜びました。その上で配下に問いました。他の国にないもの、不足しているものはあるか？人々は答えました。他の国は大変栄えています。しかし、織物がありません。幼少王は、これを聞くと、国の名産である織物を箱に盛り、書状をつけて先導王に送りました。先導王は、これを見て、とても驚き、贈り物を持ってきた使者に問いました。お前の国の王は、どんな人物か？大変偉大な方です。そこはあなた様に似ています。勇敢な心を持ち、戦上手で知られています。先導王は、これを聞くと、即座に、五徳の甲冑を作らせ、使者に持たせました。五徳とは、一に、暑い時それを着れば、涼を得られる。二に、いかなる刀で切ることもできない。三に、一切の矢を通さず、四に、つけると光り輝く。王は、この甲冑に書状をつけて、送りました。書状を読み甲冑を見て、王は、これは素晴らしいものだ、と思いました。この甲冑の価値は、金貨にして10億だと言います。もし、これに返礼できるものがあれば、王が憂うことはなかったでしょう。王が憂い、嘆いている様子を見て、行羽大臣が問いました。王よ、何があったのですか？王は、つぶさに理由を答えました。大臣は言いました。先導王は、宝の甲冑を送ってくれました。しかし、我が国には仏がいます。これは、我が国の宝であり、どこの国も得ることはできません。十方世界に、我が国に並ぶ国はありません。王は言いました。確かにそうだ。では、どうしたらいい？大臣は言いました。織物に、仏の姿を描いて、これを使者に持たせると良いでしょう。王は言いました。では、私は、このことを仏に伝えることにしよう。仏は言いました。大変良いことだ。大なる心を持って、仏の意を描き、他の国に送るといい。絵の下に、三鬼、三鬼絵文。仏法僧への帰依を表現したものを書きなさい。次に、十二円章の流転幻滅を書きなさい。その上にこう記しなさい。南寺は、出家して、真実の道を求め、仏の教えに帰して精進せよ。
そうすれば障子を越えられるだろう。象が小屋の芝草を押しのけるように、仏の教えにある戒律を保ち、常に怠らず修行して法律に流れなければ、煩悩をすべて断ち切り、生きる苦を超えることができるだろう。王は仏の教えに習い、すべてを書き終えると使者に授けて言いました。この絵を他の国に持って行ったならば、広く明るいところに旗と天蓋をかけ、美しく荘厳し、香を焚き、花を散じ、この湯をかけなさい。もし、これは何だと問われたならば、これは仏の姿を描いたものです。仏は王位を捨て、昇格を得られましたと答えなさい。上下に書かれてあることについては、問われたら答えるといい。王は、画像を金の箱に収め、書状をつけて、先導王に送りました。使者は、まず、王に書状を届けました。王は、書状を読むと、たちまち憤激し、大臣に告げました。私は、まだ、かの国のことを知らない。善悪もわからない。にもかかわらず、なぜ、かくもありがたい、素晴らしいものをよこすのだ。大臣は答えました。以前聞いていたことから推量しても、かの国の王は大王を軽んじたわけではありません。彼の言に耳を傾けるべきと考えます。使者は続いて、道路に旗を立て天蓋をかけ、美しく荘厳し、香を焚き、花を散じて、多くの人を従えて絵を届けました。先導王は、自ら紙幣、造幣、馬幣、遮幣、歩兵を率いて進軍しました。この美しい光景を見ましたが、信じませんでした。逆に軽蔑してやろうと考え、大臣に命じました。速やかにもっと多くの兵を集めよ。私はマガダ国を攻め落とす。大臣は諌めました。それはよく考えてからなさった方が良いと思われます。王は大臣の言うことを聞き、書状にあるように土壌に戻り、ゆっくりと絵を見ました。その時、中国の商人が幾度音に唱えました。南無仏。先導王はこれを聞くと、身の毛がよだつほどの恐怖に襲われました。商人たちに文の意味を尋ね、これを受して王宮に帰りました。王は文の意味をひたすら考え、夜を明かしました。彼はやがて座を立つことなく、シュダオンか聖者の初めの位を終えました。先導王は幼少王に書状を送りました。私はあなたのおかげで神帝真理を得ました。願わくは陸僧に会ってみたいと思っています。我が国に呼んでいただけますでしょうか。幼少王は書状を読むと、すぐに仏のもとに詣でて申し上げました。先導王はこのように書家シュダオンカを称しました。ビクを見たいと言っています。私が思うに、カタエンナ、マハーカーターヤナビクは、かの国に縁があります。派遣すべきと思います。仏の言に従い、カタエンナは、500人のビクを率いて、昇雲城に赴きました。幼少王は、先導王に言いました。あなたが、炎症を悟り、初夏を得たことを伝えると、仏は、昇雲城に、500のビクを派遣してくれました。自ら出て迎えてください。寺を建て、500の僧帽を作ってください。あなたは無限の福を得るでしょう。ビクは先導王の国で法を説き、あるいはアラカン聖者となり、あるいは大乗に向かいました。王宮の女性たちが尊者カタエンナの説法を求めました。しかし尊者は4人の中に入って法を説こうとはしませんでした。戒律を破ることになるからです。尊者はこう言いました。ビクに二層があったなら、彼女たちのために法を説けるだろう。先導王は、幼少王に書状を送り、これを伝えました。幼少王は書状を見ると、仏に申し上げました。セラ、など、500人のビクニを使わすと良いでしょう。仏はこれを受け、
世羅など500の美国を小恩城に遣わしました。千道王の妃学校夫人が命を終え天上界に生まれたのはその後のことです。彼女は天上界からそれを王に伝えました。王は世を厭うようになりました。長万大使に国位を譲り、私は出家して道を求めることにしよう。二人の大臣にこのことを告げると、大臣たちは涙を流して大使にこれを伝えました。大使もまた大変に嘆き悲しみました。王はさらに国中の人にこれを伝えました。国民たちはこれを聞くと大いに嘆き悲しむとともに、王の恩に報いるため多くの財宝を集めて武者の代へ、身分にかかわらず国民全員が参加する法要を国を挙げて営みました。王がたった一人の寺社を伴って歩いて御武者城に向かったのはその後のことです。御武者城ははるかに遠く歩いて行けるようなところではありませんでしたが、道を求めるがゆえに退く気はありませんでした。大使も大臣百官も人民も王に従っていくことを求めましたが、王はそれをとどめ嘆きながら彼らと別れてきました。王はたった一人の寺社とともについに御武者城に至りました。一つの庭園に入り幼少王に来訪を告げました。幼少王はこれを聞くと即座に道路を整え、紙幣、造幣、馬幣、車幣、歩兵を率いて大臣百官と共に千道王に対面しました。千道王に問うと王はこう答えました。私はあなたの徳によって道に着くことができました。今はブッダを見て仏の御前で出家したいと考えています。そのために国位を大使に譲り一人でやってきたのです。幼少王はこの言葉に涙を流して感動しました。共に城に入りました。その時仏は竹林園竹林少女におりました。幼少王は千道王を連れて仏のおもとに参りました。千道王は言いました。出家したいと思います。仏はよく来たと言いました。すると千道王の髪は自然に抜け落ち、まるで100歳のビクソウのような姿になりました。受戒し仏のお弟子となりました。幼少王はこれを見守りとても嬉しく思いました。仏に一礼して辞しました。千道王が仏堂に入ったのは幼少王と行右大臣の徳によるものです。千道王は仏法を知りませんでしたが仏に会うことができ大いなる益を得たと語り伝えられています。